ある、西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は s i 1 5島式ホーム2面4線を持つ地上駅で1.3番ホームが本線、2.4番ホームが対比線である。当駅始発は2番ホーム、当駅終着は4番ホームを使用する場合が多い。当駅折り返しの有楽町線、副都心線直通電車などが設定されているため、 秋津川に上下線に挟まれる形で留置線がある。また東久留米川から2番ホームに入線し、そのまま折り返すことも可能なため、このような場合は、車掌が秋津伊勢へ向かう旅客向けに、同一ホームでの乗り換えとなる、東久留米駅での乗り換えを推奨する放送を行う。京城駅舎を有しており、南北に出口を設けている。改札街と北口。 南口を連絡するエレベーター、改札街とホームを連絡するエレベーターと、エスカレーターが設置されている。北口は、ペデストリアンキを介して、西遊記寄せ店の2階へと繋がっている。トイレ、多機能トイレは2階改札構内にある。2017年度の1日平均乗降人員は7249人で、ある。西武鉄道全92駅中13位。 当駅を発着する系統が多く設定されているものの2006年度統計をピークに減少し始め2010年度統計では7万人を割り込んだが2017年度統計には再び7万人台へ到達した西武鉄道の乗り換え駅を除く駅としては大泉学園駅、石寺公園駅、田梨駅、ひばり川会駅に次いで5番目に多い当駅は清瀬市だけでなく 東京都東久留米市、東村山市、埼玉県新座市、所沢市の一部を含めた広い駅税券を持っている。2008年度統計は、福都新線開業により、当駅まで発着する列車が増えたものの、乗降人員の大幅な増加となった小竹、向原駅に抜かれ、前年度統計よりもトップ10県内から外れている。2014年度統計までは、 快速急行、急行停車駅のひばりが丘駅より利用者が多かった。現在も通勤急行停車駅の東久留米駅より利用者が多い。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は下表の通りである。なお近年では市内で新築一戸建て住宅の建設が相次ぎ、さらに高日の高層マンション、 レイベン清瀬ザタワーの建設が進められていることから利用者の増加が見込まれる。駅南側は各病院や日本看護協会研修センター、国立看護大学校、日本社会事業大学への玄関口となっている。南口にある昔ながらの商店街は活気を見せ、栄えている。しかし、南口駅前再開発事業は、父として進んでいない。このため、 特に自家用車の違法駐停車が、歩行者や路線バスをはじめタクシー、障害利用者の乗降や、走行の著しい障害となっている。計画では、東京都道248号府中小平線、通称、新小金井街道延長線埼玉県道、東京都道4十号埼玉東村山線、通称、四季街道への道路整事業に合わせて、 南口駅前再開発が行われる予定である。整備中の道路は、西武池袋線下をアンダーパスでくぐる工事が行われていたが、2009年5月30日に完成し一般開放された。工述にある、駅北口の西武バス、清瀬駅案内所には、池袋駅、所沢駅と共に西武グリーンツアー会員券を扱っている唯一の案内所であることも関係し、 土曜、休日などの朝方には西部観光バスやそれ外の会社で運行される観光バスがやってくる場合もある。道路や駅周辺の整備不足が原因によるバスなどの交通機関の本数不足などによって、清瀬市、埼玉県新座市側から駅前への輸送能力が決して良いとは言えない状態である。南北のバスターミナルは、もに一般車両が駅前を通過する場合も、 バスターミナル内を通過する構造になっているため、送迎自家用車がバスタクシー、一般車等の障害になったり、追突の危険性大きい状態となっている。南北の出口ともに、駅前の横断歩道に信号機がほとんどないため、歩行者は常に接触事故の危険性にさらされている。北口、南口ともに、 埼玉県新座市との都県境に近く、駅前を出ると農地が広がり土地区画整理事業、開発が遅れていたが、1995年、平成7年頃からは宅地化が急速に進んでいる。北口では、再開発事業が行われて、西友を各店舗とする複合施設、クレアが1995年、平成7年9月29日に開業した。 さらに北口の駅付近では、宝レイベンによる20階建て高層マンション、レベンキヨセザタワーの建設が進行中で、2020年に完成する予定。南口と北口を結ぶ、橋上通路は、夜間も通行が可能である。南口、北口ともに、エレベーターは1台ずつ設置されているが、エスカレーターはない。南口には1973年、 昭和48年9月21日に開店した、清瀬サティがあったか、2002年、平成14年1月に閉店した。秋津寄りの踏切を通過するのは、当駅に停車し発車する列車、駅を通過する列車、一旦、秋津寄りの留置線へ改装された後、上りホームへ、始発列車として入線する列車、場合によっては、ホヤ電流線などへ改装される列車などである。 留置線への列車の出入りによっては、開かずの踏切となることもある。2005年3月17日のダイヤ改正では、秋津寄りの留置線を使用することは少なくなり、東久留米側から2番ホームに直接入線して、そのまま折り返すことが多くなった。この踏切の南側では、小金井街道、東京都道226号東村山清瀬線を含めた後方向の道路が、 また北側では小金井街道を含めた2方向の道路が交差している。人も車も通行量は常に多く、加えて複雑な道路標識が各方面設置されているため混乱しやすい。また道路用信号機は設けられていない。歩行者は遮断機が降りている暇に車道を横断して線路沿いの道を移動するという危険な状況である。西部バスをスムーズに通行させるために、 踏切誘導員が配置されているが、踏切の遮断機が降りている間に歩行者が往来したり、誘導員の指示を守らず、踏切を通過する車両が多く、問題となっている。誘導員の尋常ならざる神経の使いようを推置させる状況に、ことかかず、鉄道会社、自治体、警察などの協議を求める声が高い。一方、駅からやや離れている。 東久留米方の踏切の隣には、スーパーマーケットオザムニーボリ店があり、元来道路幅の狭い踏切を通過することに加え、特に北方面から、オザムの駐車場に右折入庫しようとする、買い物客の車両が、踏切の手前で対向車の通過待ちをして、スムーズに車が流れないことが多い。出店店舗の詳細は、西武プロパティーズ公式サイト、清瀬駅の店舗情報を参照。 直帰以外は、西武バスにより運行される。駅北口には、西武バス清瀬営業所があった。駅北口再開発事業により、1992年12月24日に、新座営業所として移転した。清瀬営業所跡地には、理想な銀行とその裏側、東方に、旧営業所跡地を利用した路線バス折り返し場が、設けられている。 すべて西武バスが運行。駅南口は狭く、バスは駅に到着し、校舎扱いをすると、一旦奥にある西武バス専用を折り返し場に入り、ここで向きを変えてバス乗り場に入る。つまり、当駅では駅の南北両側にバスの折り返し場がある。ただし、北口はロータリーで折り返し可能。しかし、南口折り返し場へは道幅が狭く、 駐車禁止区間であるのを知っていて駐車する一般車が後を絶たない。西武バス、ネ馬マ営業所担当ミッドナイトアロー、校舎専用このほか、南口の西武バス折り返し場付近に清瀬駅入口停留所があり、東武バスウエイスと新座営業事務所が運行受託するにバスが発着する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。